また。もう好きだな。ギリギリ際から打つのが多いです。上がりすぎちゃったかも。はい、2018年今年の ECC レディース、はい、意気込みを、はい、意気込み、はい、16年17年とすごいいい感じで優勝争いできたので今年こそは優勝したいです。なるほど、やっぱ優勝したいですよね。はい、別の大会でいろいろ優勝されていて、はい、優勝する時の気持ちって、初優勝の時は最終組の1組前で回ってたんですよ。ああ、なるほど。なので、はい、最終組がどのくらいのスコアで上がってるかとかいうのが全然わからなくて、はいはいはい、で、最終ホールの一つ前のホールで、うん、リーダーボードがあったんですよ、はい、で、あ、自分こんなとこにいるんだと思って、その時は一番ぐらいでしたね。はい、はいはいはい、で、そのまま最終ホールに向かって、最終ホールのパーパット、はい、50センチぐらいだったんですかね、うん、なんか緊張しましたまだ後ろ上がってきてないのにこれはみたいな、はい、もう何にすかしてとりあえず入れときたいとECC も、ECC レディースも、はい、ぜひ優勝目指して頑張ってください、はい、私たちも応援してます、はいはい、ありがとうございます、はい、ところにナイスショットです。ボールとかやっぱいろいろこだわりあると思うんですけど、ティーって何かこだわりありますか？はい、ティーもこだわりあります。私はこのチャンプっていう、うん、アメリカのチャンプアイかな、アメリカだっけな、なんか輸入、うん、日本で日本では売ってることは売ってます。売ってるんですね、はい、でも多分アメリカから来たティーと思うんですけど、うん、すね、はい、このティーが好きで私はずっとこれを使ってるんですけど、なんかね、すごい人気って言いますよね、うん、これカラーもたくさんあって、はい、可愛いですし、うん、刺しやすい、置きやすいですね、うん、ですね、打ってきたらちょっとこう、なんだろう、なんかなくなってきます。そう、なくなってくるんですけど、そうそう、こうなんかショートティーとかだとこうやって打ったところ、わかります？はいはいはい、入ってきちゃうんですよ。へえ。これがどんどんこうなってくるともう乗らないので、もう使えないっていう風になるんですけど、こういうのを使ってる選手もいますし、もう木しかダメっていう選手もいますし、うんうんうん、あ、そうなんだ、うん、いろいろ、まあ、いろいろありますね。まあ、でもおすすめはチャンプ、うん、チャンプです。私はチャンプです、まあ、いいって言います。私も聞いたことあります、うん、このクッティーは、うん、アイアンユーティリティウッド、ウェッジは今アキラさんの候補だと思います。アキラいいですよね。いいですね。なんか抜け感がいいイメージ。そうですね。パーンって、うん。私もユーティリティは5番ユーティリティだけアキラ使ってます。今年の5月に送ってきてもらって、はい、はい。あ、でももう全然使いこなしてる感じですか？なんかすごく合ってて、うんうんうん、特にアイアンはいい感じです、はい、そうですね、はい、シューッときますね、はい、本当はピンを狙いたいところですが、バンカーに入ったら悲しくなります。
左側狙います。ドライバー何使ってるんですか？ドライバーバルドです。バルド、はい、バルド、ジクラブ、ジクラブですね。兵庫県の姫路にあるんですけど、はい、それなんか四つ葉のクローバーみたいなマークが、マークがバルドさんのマークが四つ葉のクローバーで、はい、すごく可愛いんですね。可愛いですね、はい、ヘッドもなんか小ぶりでね、はい、ヘッドが本当ドタイプです。今まで使ってきた中のドライバーで、うん、本当に一番打ちやすい、打ちやすいです。打ちやすさ、飛ぶんですか？飛びます。うん、はい、飛距離もちょっと伸びました。あ、そうなんですね、うん、安心して振っていける感じですか？はい、安心感がありますね、構えた時に。へー、なんか結構最近、はい、大きいドライバーが出てるじゃないですか、うん、そうですね、大きいやつ多いですね、はい、ヘッドの。でもなんか420も460も別に変わんないよって、うん、大きい方が簡単ってみんな思ってるんですけど、うん、それはただ勝手にみんながそう感じてるだけで、420ヘッドが少し小さくなっても難しさは変わらないっていうことで、自分の好きな顔の方を使った方がいいよっていうことで、はい、なるほど、はい、大きいよりも小さい方が好みなんですね、はい、じゃあそのドライバーを打ってもらいましょう、はい、まあ、もう打ってますけど。あ、雨でありますか？はい、ECC レディースは7月4日、5日、6日の3日間で開催されます。当日の様子は ECC の YouTube さんのチャンネルとスカイ A さんで生放送されます。さらにですね、6日最終日、リンゴルフの三枝心ちゃんも、当日ここに来てですね、生放送に参加しますので、そちらもぜひご覧ください。そして今日一緒にラウンドしてくれた中山プロも4、5、予選、そして6日最終決勝出てくれますので、応援よろしくお願いします。お願いします。はい、皆様ご視聴いただきありがとうございます。高評価、コメント、それからチャンネル登録よろしくお願いします。ここです。